皆さんこんばんは、スルベイです。いまだにですね、コロナウイルスのこともちょっと影響していましてですね、自分もちょっと今働いてる職場での仕事が休業になったりと、まあ実際に私生活の方でもですね、まあちょっとコロナウイルスの被害に遭っているような感じですけれども、まあとりあえずまあぷよぷよの方はまあいつも通りやっていきたいと思います。よろしくお願いします。前回もお話しした通りですね、第1回ブワープチャレンジ、こちらの方のイベントに参加しております。今回はですね、メインキャラの方の、まあ、デッキをちょっと見ていきたいと思います。まあ、その上でちょっと前回話ができなかった部分についても少し触れていくかもしれませんけれど、よろしくお願いします。ちょっと夜中ということもあって声を少し下げていく感じですけどね。今のデッキなんですけれども、まあ、ジョーキーアルルさんをメインに、そしてその隣にアルル&カーバンクさん、それ以外の子が応援団の子と居眠り、夢に魔王というか夢までいいのかな、居眠り夢魔シリーズということでですね、まあ、例のごとく3番から5番のキャラクターはですね、前回もちょっと話しましたけれど、スキルがないシリーズということで、まあ、青属性で、まあ、スキル攻撃をした時の追加ダメージ要因として、まあ、起用していこうと思います。まあ、ご覧の通りですね、バトルスキルしかない。ちょっとデッキの組み合わせも変わってくるのでですね、まあ、今のところ、まあ、こんな感じです。次のボスがレベル81なので、ボスの討伐数が80体、まあいずれは100体まで目指していきたいと思っています。で、まあこのように、まあ本を使って召喚してきてるわけですけれども、まあ本の数も少し心配になってきている感じなので、アシストの方をやっていきたいと思います。誰でもいいですけどね。一応は私はライフの高い方のですね、まあライフの高いライフすみません、ライフの高い方のですね、まあアシストやることが結構多いので、そちらの方をお手伝いしていきたいと思います。まあちょっとデッキはご覧の通りですね、サポートに紡ぎたいんでてます。私が結構、まあマルチにしても、まあちょっとしたクエストやるにしても連れてきてる子ですね。まあ、青属性と赤属性の2つか、もしくは青属性と別の色を消した時に倍率が、追加ダメージが発生するという独特なカードでもあるので、まあちょっと使い方変わってきますけど、まあ紬さんのスキルを使っていきますね。まあどれか一色青ですね。まあ意外と連鎖もつながったりすることもあるので、まあどういう風に消えるかは運用性の強いカードでもあります。まあまだまだ知名度の方はこれから伸びてくるのかなというようなシリーズでもありますから、さて、どうしようかな。まあ、チャンスプレーはせっかく出てきたので、まあ、それは活かしていきたいところなので、まあ、こうです。どんどん。あ、これか。まあ、この大連鎖についても結構仕掛け問題とかあったりするものですからね。少し時間を要する場合もありますけど、ご了承ください。仕掛け問題も結構あるんです。で、あと8個消せば、またスキル発動できるって感じですね。今、2ターンなので、ここはまあ、消そう優先しておきましょうか。8個消せるのは、なかなか難しい。ここで、こ
コア気にするかわかんない。あ、ダメだ。うん、チャンスピを狙えばよかったかな。で、まあ3ターン目までエンハンスも効果が残るので、まあ、その AI プレイザーはこんな感じです。使うかな、え、こうかな。どうにか一つ減らせました。さすがにレベルが高いとこんな感じですよ。なかなか難しいもんですね。で、これで紬さんの追加ダメージの条件も満たせるわけですね。青と黄色消してる、青以外に別の色を消せばいいけど、倍率発生するし実は。それもデッキに加えてる色ではないといけないですよね。ここで発動した。もう一つ早かったら、うん、もうちょっとダメージも買ってきたかな。まあ、せっかくなので失礼しました。せっかくなので何回か挑んでみたいと思いますけどね。最初に使うべきですね。空気質が20個なので結構早いです。運が良ければ、まあ、次のスキル発動までに、まあ、次のスキル発動までにですね、なんか間に合って、まあ、スキル発動してくれるというメリットもあるので。そのためにはチャンスプヨをどうにか生かして消すというテクニックも必要になります。ちょっと私はそのあたりがまだ甘いところがあるので、そこを切ろうか、まあそこをうまくできるようにしていきたいですけどね。どれだろう。わかんない。青が降ってくるからこれでもいいわけですよね。で、この青もそろう、4か、あ、これはわかる、これです。そのパターンの問題の引っ掛け問題のバージョンがちょっと私は分からないですよ。だからそういう問題も解ける糸口があればいいんですけど、なんか練習モードにプラクティスモードみたいなのがあって、それでトレーニングできればですね、大連さんも多少は腕が磨かれるというものなんですけれど、なかなか、まあ、そこのところは要望上出すほかないですから、ね。少し練習したいなというのはあるんですけど、とっさでなかなか答えが出せないもんなんですよね、私は。分離ゲージ発動。しかも赤か黄色、どっちも消せますのでですね、倍率も発生する。これラストターンか。じゃあまあ、スタートランドかですね。もう次のターンないです。どうにか全部消えてくる。4つか、4つ。またこれもわからないもんね。まあ結構減らした方ですかね。まあ、これで、まあ、とりあえず黄色も消えることなので、まあ、一応今は与えられるだけダメージ与えてきます。お、よし、一つ消えた。
まあ、こんな感じでですね、進めていくと、この本ですね、このメーターがいっぱいになったら本が1つもらえる。アシストをするごとにこの本のゲージが溜まって、やがては、まあ、丸々1つ分ゲットすることができて、それをですね、ボスの召喚に使ったりするので、まあ、アシストはいざもう召喚、ボスを呼び出すときに本がないときにですね、使っていくような感じになります。まあ、通常通りボスを呼び出すときにも本をいただけるときはあるんですけれども、その回数によってはちょっといただけなかったりする回もあるのでですね、やはりアシストは、まあ、絡めながらやってた方がいいんじゃないかなと私は思いますね。まあちょうどもう8箱目ぐらいになりますけどね、魔導書がもらえるということなんでちょっと参加してます。確かこの次の段階でテストの答案がもらえるはずなのでですね、まあ、入手するチャンスでもあるので皆さんも、まあ、やっていきましょう。あと何かこの話してないことってあったかなとちょっと今ずっと考えてたんですけど、何かあったかな。多分まあ一通りの機能についての話はまあ前回も含めてやってきたようには記憶しているので、まあこれといっても話すこともほとんどなくなってしまったかなというところですね。まあ呼び出すときはここでですね、プラスをやって鑑定して呼び出す。まあ、ちょっと小声になるのはすみませんね。私もちょっと夜中ということもあって、結構声を遠慮しながら、まあ、近所迷惑にならないぐらいの声でとどめてますので。で1回見ましょう。まあ、この子はスキル溜まるのが20個と早い、発動までの時間が早いんですよ。なのでチャンスピをうまく活用できれば、まあ、スキルの最後に3つチャンスピを作って終わるのでですね、この後に繋ぐのがうまいんですよ。何気にまあこういうイベントで強力な、まあ、頼もしい限りの、まあ、キャラクターだと思います。分かる問題は分かりますよ。私もどうしても分からないときは数えたりもしますけれど、10秒で収まらない場合もありますので、ね、特に4つの場合で、きれいに4個とか8個とか12個とか揃っているものが全部あるという問題についてはやはり厄介ですね。結構それで時間取られてしまう。まあ、分離消しできますね、これ。赤消せばいいのかな。その前に黄色消せば、こういったのが、赤が消えて、上、あ、分離消しできなかった。ちょっとずれた。なかなか動くかいなんですよ。8か。どこだろう。いや、それではなかったな。最高潮。まあゲームですからね、まあ、できることできないことはあります。そんなとっさに、まあ、私も機械じゃないですからね、とっさに答え出せるほどそんな、まあ、器用な人間でもないですから、まあ、分かる問題については言うんですませんけど。お、全部揃えましたね。なんだかんだ言って全部揃えました。しかも箱がゼロになったので、もう次の箱にすることもできます。まあ、しないとポイントが余ってもったいないんです。
これこうやっていったら、まあ報酬が変わって、次は100点の答案を集めるような感じ。一応目玉としての、まあ、アイテムがこの素材アイテムでですね。特に初めて遊び始めたとかいう段階の方いらっしゃいましたらですね、このイベントをまあ大いに活用してもらいたいなというのがあるんです。というのも序盤では本当に素材を集めるのがすごく大変なんです。こういう魔導書についてもグレードアップしたいキャラクターがいてもですね、なかなか素材がないからグレードアップできなかったということも結構ありますのでですね、まあ、こういうイベント活用してまあポイントを稼ぐというのがまあいいのかなと思います。まああとこのイベントをするにあたってですね、まあ毒属性といいますかね、まあバッドステータスで毒属性を持つキャラクターがいるんですけれども、そういうキャラクターを1人2人育成しておくというのも作戦です。レベルの高いところを遊ぶ、まあアシットなどでレベルの高い方の支援をするときなどに毒属性でしたらダメージが落ちないんです。スキルが溜まってすぐに毒を使える上、そのどんなにレベルが高くなっても一定のダメージを与えられるのでですね、ポイントの方もしっかりだ、まあ、がっつり溜めることができます。まあ、200の方相手にしてもそのダメージが急に減ったりとかいうことがないのが毒の強みなのでですね、このイベントやる上ではまあその毒属性を入れることもまあ一種の作戦ということにはなってますね。まあ誰でもいいんですけどね、毒リンゴさんでもいいですし、まあ他にも精霊シリーズの子もいますしね、探してみればまあいろいろいます。薬味シリーズとかも結構、まあ、いましたしね、呪い騎士とかも、まあいろいろと検索かけてみるといいですよ。もうあとちょっとで倒せます。すみませんね、何度も同じことの往復なのでちょっと飽きさせてしまうかもしれませんけど、ちょうど今見たところですね、まあ倒せるところまでライフも減っていましたし、まあこういうのは競争ですから、もうためらっていたらそういうチャンスもなくなってしまいますからね。もう狙えるときはもうがっちり狙って自分の取り分は取る。まあ、他の人にまあそういうところで遠慮してたら普通に持っていかれてしまいますからね、私みたいなのがいた。なのでまあそういうのでためらうぐらいだったら自分がもうその方の、まあ遠慮せずにまあ積極的に狙っていくのがいいと思いますよ。時にはまあその非常になることだって必要ですから。色からしてこれっぽいんですけどね。あ、当たってた。なんか緑が一つでとかなんかそういうパターンだったんで、緑5個しかなかった。多分1個ずつのやつだろうなとは思ったんですけど、良かったです。マジで、まあ、今みたいな問題で私結構間違うんですね。ああいうのしっかり練習して、まあ、自分のものにしておきたいなというのがあります。お、これつむぎさんのスキルもう一回発動できるぐらいとしましたね。これは V の字だ。まあ、得意苦手ではっきりしてるんですよね。特徴的なのはわかるんですけど、それを探すのが難しい問題に限って解けなかったですよね。一旦でたまります。一旦で20枚消したってことになりますけど。まあ、なのでまあ この子はまあそういう意味でまあ使ってて飽きないなというところかな。まあ、相手が緑でもない限りは起用するかな。まあこれでチェックメイトというわけですね。まあ、私実はあまり遊んだことないですけど、まあそういう業界用語みたいなのがあるので。
さて、まあこんな感じでですね、まあ私はまあこういう感じでイベントを堪能しております。まあ前回参加できなかったまあグググググアルルさんを入手できる機会ということもありますから、まあ逃してはないなというところです。まあこんな感じです。まあ今回も動画をまあ見ていただいてどうもありがとうございました。スルベでした。では失礼します。